どうもこんにちは、今回はですね、皆さん大好きな100均です。100均の中でもですね、キャンドゥに行ってきました。で、シェラカップにですね、関係する製品を買ってきたんですが、今回やりたいのはですね、シェラカップを使った蒸し物。もちろんですね、メスティン、先日カラーメスティンというものを発売しましたが、メスティンでやってもいいんですけども、例えばね、夜中にちょっと小腹が空いちゃったっていう時に、少しの量を作りたいっていうことがあるんじゃないかなと思います。シェラカップだと複数持ってるって方が結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。なので、まだ使ってないシェラカップでですね、もし蒸し物ができるんであれば、すごくいいことだなと思いまして、今回こちらを買ってみました。で、こちらがですね、キャンドゥのシェラカップなんですけども、ちゃんとね、メモリがついてるんですよ。まあ、キャンプ用品店で買えるようなですね、1個1300円するようなシェラカップと比べても全く遜色ない出来上がりになってます。結構ね、ずっしりくるタイプなのと、こちらがね、ダイソーで購入したものなんですが、こちらはね、ペラペラなんですよ。確かステンレスだったとは思うんですけど、ペラペラで見比べてみるとね、全く質感が違うのがわかるんじゃないかなと思います。で、こちらは確かね、直火禁止っていうような表示があったと思います。でも、こっちは、直火も当然大丈夫というようになってるんですが、ダイソーのものは、税込みで110円で、こちらのキャンドゥのものは550円になってます。税込み550円。これはね、絶対買いの品だと思います。結構前から売ってますけどね。で、プラスして購入したのがこちらの2品なんですが、まずこちらがですね、ステンレスシェラカップリッドと書いてありますが、まあ蓋ですね。まあ、この直径12センチのシェラカップに対応するようになってまして、これね、キャンドゥはこれなんですよ。だけど、セリアのものだとここにね、模様が入ってるんですよね。模様っていうか、ロゴが入ってまして、ちょっとね、凹凸がある感じになってます。で、そういったね、模様が入ってるものよりも、こういったプレーンのやつですね、凹凸がないもの、そういったものが欲しかったので、今回はセリアではなくて、キャンドゥで購入してます。で、もう一つがね、こちらです。シェラカップ用の網。直径が12センチで、底面の内径が8センチのシェラカップに対応していますということなので、まあ、同じキャンドゥなんで、まあ、使えるだろうということで買ってきました。ちょっと試してみましょうか。はい、それではですね、シェラカップをいろいろと並べてみました。で、こちらがですね、シェラカップ用の網なんですが、かなりシンプルな作りです。足が4つありまして、ここの上に乗せるというような形になってます。これがキャンドゥで、これがチタンのもので、これがスノーピークで、これがワイルドワンのもので、これが100均のもの、ダイソーのものですね。で、こちらが、昔ね、ビーパルの付録で付いてたミニシェラカップ。じゃあ、一番最初に、まあ、乗らないであろうこのミニシェラカップからいきますね。まあ、一応乗るんだけど、ほぼ余裕がない感じで、安定感もない感じになってます。もちろんですね、ここの中が8センチではないので、まあ、これには対応しないと。で、次にですね、こちらのキャンドゥのものはもうぴったりです。ぐらつくこともないけど、まあ、動くかな。まあ、使いやすいように余裕を持たせていると思うようにしよう。で、これが、チタンのシェラカップですね。スノーピークのシェラカップ。ワイルドワンのシェラカップ。で、こちらがダイソーの100円のシェラカップ。これも当然入りますと。まあね、全部直径はほぼほぼ同じなはずなので、まあ、それは入るなという感じなんですけども。こちらですね、シェラカップリッド、蓋。これをね、ちょっと試してみましょう。じゃあ、今度一個ずついってみましょうかね。こちらがですね、キャンドゥのシェラカップでした。で、スノーピーク。で、チタンのもの。で、ワイルドワンのもの。で、ダイソーのシェラカップ。これも閉まります。ということで、まあ、普通のサイズですよね。普通のサイズのシェラカップであれば、問題なくはまるということが分かりました。この2つですね。この2つは問題なく使えるということになります。それじゃあ今度はですね、ここに水を入れていこうと思うんですが、まあ、50cc いかないぐらい入れていく感じになるのかな？いきまーす。こんなもんかな？で、今回試したいものとしてですね、食材をね、何個か買ってきました。まずはシューマイ、まあ、基本的なシューマイですよね。で、ソーセージ、まあ、ソーセージもね、蒸すと結構美味しいんですよ。で、
一番ね使ったりするのかなっていう、ちょっと小腹が空いた時用の肉まんで、これはですねちょっと大きめというか、まあよく売られてるやつですよね。よく見る、山崎の肉まんなんですけども、これはね大きい可能性があるので、ちょっとねちっちゃめのものも買ってきました。トップバリューの美味しいかどうかわからない肉まん、こちらをとりあえず買ってます。でシェラカップでね蒸し物ってあんまりしたことないって方が多いと思いますので、とりあえずはどれぐらい入るのかっていうねサイズ感みたいなものを見ていきたいなと思います。まずはシューマイです。1個2個3個5個まあギリギリ5個って感じですかね。シューマイだったら5個ぐらいはいけるだろうということが分かりました。じゃあ次はねソーセージいってみましょう。ソーセージは結構いけると思うんですよね。1個2個3個4個うん、まあ小腹が空いた時にはねちょうどいいぐらいの量なんじゃないかなと思います。4個さあ、そして次からがねちょっとどうかなって感じがするんですが、肉まんです。まあよくある感じのやつね、山崎の。普通に入りますねこれ。せっかくこれ買ってきたんですけど、まあこれはかなり余裕があります。かなり余裕があるんですが、こちらのね山崎の肉まん普通サイズだと、まあちょうどいいぐらいなんでしょうかね。ちょうどいいぐらいなんだけど蓋が閉まりません。ミニサイズの肉まんであれば、この蓋ですね、蓋は閉まらない。閉まらないのか、潰そう。なんとかならんかいな。うわ微妙、これちっちゃいサイズでも蓋が閉まらない。浮いてますもんね。肉まん入ると思ったんだけどな。じゃあとりあえずね試してみようと思いますが、じゃあまずはね一番やりやすそうなシューマイからいきましょうか。これが一番失敗がなくできる感じでしょうね。さあそれではねシューマイいってみますよ。のしたら、この蓋をして待つだけで、開けるときは箸で持ち上げると。よしこんな感じでいってみましょう。はい、だいたいね4分ぐらい経ったんで開けてみますよ。おー、いい感じ。ちょっとじゃあいただきます。あっこれ、うん、大成功。これ久しぶりにねなんかこんな感じでチビチビやってますけど、このチビチビやる感じが好きな人好きだろうな。じゃあね次の料理行ってみたいと思うんですが、肉まん、肉まんこれ山崎のやつですね、大きめのやつで、これね蓋が閉まんなかったじゃないですか。蓋が閉まんないんだけど、蓋をするのを諦めてこれでいこうかなと思います。シェラカップ重ね、これならいけるでしょう多分。さあということでシェラカップ重ね行ってみます。じゃあこれでねまた蒸していこうと思います。さあそれではですね3分ぐらい経ったので、そろそろいいんじゃないかな。よいしょ。よー、いい感じだけど熱い。お、めっちゃ焦げてる。さあこちらが出来上がった肉まんですが、熱っ。いきますよ。ボケてる。いや熱々ですよこれ。からしを塗ってちょっと醤油でもつけてねいただきます。
うん、中までねしっかり温かくなってますよ。まあこれいいな。ちょっとね残念ながらあのシェラカップ1個でこの肉まんできるかっていうとちょっとできないと思うんですけど、シェラカップをね2つ重ねることで全然普通に肉まん作れますね。これで、火をつけてからですね、だいたい3分弱ぐらいで、肉まんが食べられます。この時間の短さもね結構いいんじゃないでしょうか。ただね注意点としては水が 50cc ぐらいしか入らないので、あまりにね強火でやっちゃうと、さっきねちょっと火が強かったんだと思います。火が強いとですね水が蒸発するのが早くて、中が焦げてしまうということになりかねないので、まあそこだけ注意ですかね。今回はこれでいこう。ソーセージとりあえず3つぐらいでいいかな。それではねまたこれで蒸していきましょう。今度はソーセージなんでね、これでいきましょうか。粒マスタード、さあそれではねソーセージいただいてみましょう。マスタードでいただきます。あー美味しい。いいですねシェラカップで蒸し物。蒸し物のやっぱいいところはあの食材と水さえあればねなんとかなっちゃうってところだと思うので、まあこんな感じでですねちょこちょこ食べたいとか、ちょっとだけ料理を作りたいっていう時はねこのシェラカップ蒸し物ってね結構いいんじゃないかなと思います。ということで今回はキャンドゥで買えるこちらのシェラカップ用品3つを使って蒸し物を作ってみました。まあ、途中でですねこの蓋が使えなかったりしたので、こうシェラカップをね重ねるというような変則技も使ったりしましたが、まあこれですよね、このシェラカップ用の蒸し網さえあればいろんな料理をね作ることができるんじゃないかなと思います。こちらが550円でこれが110円、こちらも110円で合わせて770円で、これ3つ買っても1000円以下なので1つぐらい持っていてもいいんじゃないかなと思います。それでは